ガーズの、スポンサースペシャル私の方で行っていきたいと思います。2014年3月に新しい試みとして、始めたこちらアズレコーズというレーベルなんですけれども、皆さんお聞きいただけましたか？聞いていただいた方ちょっと手を挙げていただけますか？はい、あ、こんなにたくさんいらっしゃいますね。はい、一応ですね、こちらはヨーヨーの、ミュージックとして、ヨーヨープレイヤーの、スピードに合わせたりですとか、あとはいろんなね、音ハメのポイント、こういったものを、つけながら、第1作目はヨーヨーアディクト様の鈴木宏之選手の、シグネチャーソングとして、フォーエバーラブという形で、リリースしました。そして、それから第2弾という形で続いてはジャパンテクノロジーの、こちらシグネチャーソングという形で今かかっているこの、曲ですね。こちら2013年度の、ジャパンナショナルヨーヨーコンテストで竹内篤史選手が、使用したものですね。こちらを、まあ、あれが平和なんですけれども、それを、30秒から30秒、1分、1分半で2バージョン、そして2分、2分半、3分と全7曲で、いろんなシーンでお使いいただけるように、まあ、カスタマイズして、収録しております。こちらの方が、11月の22日、23日に横浜で開催される 44PLUS というイベントで、発売されます。そしてその、プレリリースという形で、今回10枚、限定なんですけれども、先行納品された分をこちらの、エゾンのオフィシャルブースの方で販売しております。価格は2500円になるんですけれども、こちらは、ライセンス、クリエイティブコモンというライセンスを取っておりまして、いろんな、ところで活用できるという形で、まあ、著作権がフリーという形ですね。なので、ぜひ皆さん、こちらの方、ジェネレーションズをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。